作流大弓道場。2011世界耐久チャンピオン坂井大作を師匠に迎え、ミニバイク耐久レースに挑戦することになった実験人しげっち。しかし宿敵モトチャンプチームにボコボコにされ、シモノ D はあっさりクビに。新しい相棒にとチャレンジフォックスレーシングから強力な助っ人キリシールカちゃんが参戦。特訓の甲斐もあって速さを増したしげっちはついに表彰台を経験したのであった。そして2013年、耐久道場チームの命運を分ける重要なロケ現場へと向かうのであった。うわぁ、寒い師匠、俺もうすでに耐久です。寒いっす。ていうか、どこ行くの？ちなみに師匠、どこ行くか知らないっすよね。そうやで、どこに行くとか何するとか全然言ってくれへんかったよ。いや、今日はね、師匠のためというか、まあ耐久道場としてスペシャルな場所を用意しました。なんかごっつい過酷なような匂いはプンプンすんねんけど。まあ過酷であっても耐久道場なんでね。いや、まあまあそりゃそうやけど、大作流耐久道場って俺も耐えなあかんのか。なんでや。やっぱりチームワークじゃないですか、そこは。まあまあ。うわ、寒いぞマジで。風が冷てぇ。マジで寒いぞ。でも僕普段この125のスクーターとかあんま乗ることないんですけど、うん、乗りやすいっすね。あ、そうよね。通勤とかにめちゃめちゃ便利じゃないかなと思って。いいよねこの125。なんかちょっとプロっぽい話をさせてもらうと、はい、トルクがあって、はい、しかもフラットで扱いやすいエンジンで、いいなこれ。師匠もう着きますよ。あ、今日の目的地に。しげっちしか知らない目的地とは一体？師匠着きましたよ。何ここ？昇降寺です。何何、お寺？昇降寺です。しげっちが大作師匠を連れてきたのは大阪府河内長野市にあるお寺昇降寺。果たしてここで何をする気なのか。ちょ、マジで寒かったわ。なんで自尊なんですか？いや、それは耐久道場やからちゃう。ちょっと今日何このロケ。昇降寺って、まあまあお寺、はい、に何の用があってきたん？耐久道場今年始まったばっかりじゃないですか。はいはいはい。で今年1年またレースとかも出ていくと思うんで、はい、必勝祈願であったり安全祈願であったり。お参りから始まるの？やっぱりそういうとこからやっていきましょうよ。マジか。来た、行きましょう。来た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 。大丈夫？うわ、はい、おはようございます。あ、おはようございます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、申し込みしようと。はいはい。ごま、何が始まるかわからないまま反強制的に申し込み書を書くように促される大作師匠だったが、どうぞ。あの、お参りもまず、まあ、書いてます。あのね、はい、あのすいません、ちょっと僕この申し込み書の最初の字が読めなかったんですけど、これはあの滝行と読む感じですか？そうです。そうですね。今日は昇降寺さんで、はいはいはい、滝行です。ちょっと待て待て待て。うわー、えらいとこ来てもた。マジですか？いやー、さあ師匠、これ嫌や、書くのこれ。ペンですよね。はい、どうぞ。いやいや、ペンがないから書かれへんとかじゃなくて、スタッフも全員参加しちゃうの。いやいや、それちょっと僕、それ全員参加とか言ってなかったやん。全員参加やからね。ですよね。はい、こんなチャンス、そうはあるもんじゃないね。はい、だと思います。あの、重岡さんに返してたから。次週、しげっち企画で全員本格修行。2013耐久道場は耐えて耐えて耐えまくる。